皆さんこんにちは、タカバラチャンネルのナベです。タカです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、3月のバラ管理といったことでね、項目別に見ていきたいと思います。ここ愛知県ですとね、まあ最近はですね、最高気温がねもう15度を超えるといった時もあれば、まあしかしながらね、最低気温は1度2度、まあ非常にね寒暖差があってですね、まあここまで寒暖差があるとうどんこ病が怖いなとはね思うんですけども、まあしかしながらね、そちらの方も予防しながらですね、まあこのね3月のバラ管理頑張って、春バラね爆咲きに向けてですね頑張っていただきたいかなというふうに思います。それではね、項目別に見ていきたいと思います。はい、まずですね、水やりから見ていきたいと思うんですけども、このね3月の中で一番大切なね、まあ作業の一つとして水やりかなというふうに思います。まあ2月もですね、水やり難しかったんですけどね、まあ、この3月はねより集中してですね、水やりの方を行っていただきたいかなというふうに思います。地植えに関してはね、水やりの必要は特にね必要ありません。全くね必要ありませんね。まあ当然ね、雨も降るので水やりの必要はありません。まあ、ただね、植え付けたばっかのねバラに対しては水やりの方をね行ってくださいね。鉢バラに関してなんですけども、こちらはですね、幼い先生のカレスだったりね、フィネスといったことで置いてあります。我が家ですね、昨年はね3月の1週目2週目はですね、まあ週1回ぐらいのねペースでしたかね。で3月の3週目4週目はですね、週に2回ぐらいのねペースになりました。まあそれはですね、まあ昨年の話なんですけども、まあ通常ですとね、この土の表面を触ってもらって乾いていたらね、鉢底から溢れるほどたっぷりお水を与えるんですけども、まあ、やはりねこの時期もですね、土の表面が乾いていても、この鉢の中っていうのは濡れているんですね。まあ、濡れているってことは水やりのタイミングとしては早いので、まあ、2月バラ管理でもね言いましたけども、この鉢をですね持ち上げたり傾けたりしてもらってですね、まず重さを確認するんですね。で軽いなと感じたらですね、お水やりのタイミングと、まあしかしながらね、鉢バラたくさん育てている方はね非常に大変な作業になるんですけども、まあしかしながらね、この水やり超この3月は重要なのでね、まあ面倒ですけども、この鉢のね重さを感じてあげて対応していただけるとよろしいかなというふうに思います。でなんでね、この3月がですね水やりそんなに大事なのといったことなんですけども、まあこのようにね、芽の方もねもう伸びてます。もう今5ミリぐらいですかね、伸びてますよね。芽が伸びてるってことは根っこの方もですね成長しているといったことで、まあ根っこがね伸びる、まあ、わけというのはですね、まあ、この土がですね乾いたり濡れたりを繰り返すことで根っこは伸びるんですね。まあ、根っこはですね、この土が乾いた時に、あ、お水が欲しいなと言って初めて根っこを伸ばすんですね、水を探して。なんでね、メリハリのある水やりをですねこの3月は行っていただきたいかなというふうに思います。鉢がね濡れていると根っこの方もですね、まあ、伸びないのでね、まあ、なかなか成長してくれないといったことで、まあ、乾いたり濡れたりといったことでね、メリハリのある水やりをしてあげることによって根っこがねどんどん成長します。根っこが成長するってことは、この上の部分もね成長してくれるといったことですね。でこの時期にですね、うまく根っこを張れないとね、まあ、なんとこの春バラ終わった後にね、まあ、梅雨が来て猛暑が来ますよね。夏の暑さに弱いバラになってしまうんですね。根っこがうまく張れてないバラっていうのは、夏バテ気味のねバラになってしまうといったことでね、まあ、この3月の水やりっていうのはやはりね超重要なので、メリハリのある水やりをするためにこの鉢の重さっていうのをね、まあ、全てしっかり確認してですね、まあ、全品種同じタイミングで与えるのではなくてね、乾いた品種からお水をね鉢底から溢れるほどたっぷり与えると、まあそういったねメリハリのある水やりをねやっていただきたいかなというふうに思います。それではね、次の項目も見ていきたいと思います。はい、続きましてね、切り戻し剪定見ていきたいと思います。こちらダナヒューですね。もう葉っぱの方もねだいぶ展開しています。切り戻し剪定というのはですね、まあ、不要な枝を剪定するんですけども、こちらの枝見てもらうと、この芽っていうのはねもうなんか枯れてますよね。もう指で触るだけでポロポロ落ちそうな感じなんですけども、この下ですね、芽がですね2つ伸びてますね。1つ2つといった感じでね芽が伸びてます。
本来ならね、ここの目が伸びてこないといけないんですけども、まあ、うまくね伸ばすことができなくて、この下の目がね伸びてきたと。そうするとこの上の部分のこの枝っていうのは不要なんですね。栄養をね送ってもこの芽が伸びてこないといったことで、まあ、余分なね栄養をこの枝に送る必要もないので、この部分をですね剪定します。で、剪定しないとですね、この上の部分というのもね枯れ込んできてしまうので、まあ、切り戻し剪定ね、まあ、全品種チェックしないといけないのでね、まあ、時間かかりますけども必要な作業かなというふうに思います。まあ、大体ですね、新芽が1センチぐらいね、まあ、伸びてきたら切り戻し剪定の方ね行えばいいかなというふうに思います。まあ、こちらのダナヒューに関してはね、もう全然切り戻し剪定を行ってもいいんですけども、またね切り戻し剪定については詳しくね動画の方配信したいと思うので、楽しみにしていてください。それではね、次の項目も見ていきたいと思います。はい、続きましてね、芽かきについて見ていきたいと思います。芽かきというのはですね、まあ、このね芽を見てもらうとですね、今3つついてますよね。この3つのうちこの横のね脇芽を取ってですね、まあ、こちらのね芽に栄養を集中させて大輪のねお花をバシッと咲かせると、まあ、そういった作業ですね、まあ、芽かき作業というんですけども、まあ、大体ね新芽が3センチぐらい伸びたらね、こちらの作業の方は開始します。まだですね、この真ん中の芽がね 1.5 センチから、まあ、2センチぐらいですかね伸びてるんですけども、まあ、若干早いので、またその時が来たらですね芽かきの動画配信したいと思います。こちらの品種はですね、イングリッドバーグマンですね、大輪のお花を咲かせる殿堂入りの品種なんですけども、我が家の場合ですとね、ハイブリッドティーローズのみですね芽かきの方を行うようにしています。まあ、当然ね芽を取ってしまうので花数も減りますし、まあ、葉っぱのね数も減ってしまうといったことで、この芽かきに関してはですね、いろいろなね、まあ、考え方があるんですけども、まあ、このようにですね芽がたくさんありますよね。まあ、こちらなんて芽がたくさんありすぎてね、このまま伸びてしまうとだいぶ混み合うんですけども、まあ、しかしながらね葉っぱの量が多いのでね、まあ、光合成はたくさんできると。まあ、しかしながら養分は分散されるので、お花のね大きさっていうのは少し小さくなってしまうと。それではね、次の項目も見ていきたいと思います。はい、続きましてね、芽出し具合ですね、芽出し肥料ですね。こちらの方はですね、まあ、新芽が、まあ、大体3センチぐらいね伸びたら、まあ、芽出し具合の方をね与えると。まあ、こちらもですね考え方がいろいろありまして、まあ、我が家ね芽出し肥料、まあ、芽出し具合与えるのであれば、まあ、普段ね使っている有機配合肥料ですね、まあ、こちらの肥料の方を使います。まあ、しかしながらね、我が家はですね3月上旬からですね、こちらのストレスブロックとハイポネックス微粉を週1回ね株元に与えるといったね、まあ、作業を行ってます。こちらのストレスブロックはですね活力剤ですね。でこちらのハイポネックス微粉は肥料といったことで、まあ、肥料をね毎週与えているといったね、まあ、状態になります。まあ、それに加えてですね、まあ、芽出し越え、まあ、追肥の方をしてしまうと、まあ、肥料過多になってしまってね、まあ、肥料過多でですね起きる、まあ、病気にねうどんこ病があるんですね。まあ、バラの二大病のうどんこ病なんですけども、まあ、このようにね芽の方も伸びてきて葉っぱが展開するとですね、まあ、新しい新芽のね葉っぱにですね白い粉がついてね、まあ、その粉が邪魔してですね光合成ができない状態になってしまうと、まあ、非常にね恐ろしい病気があるんですけども、まあ、そちらの病気っていうのはねその一つの原因として肥料過多がですね考えられるんですね。なんで我が家の場合ですと、まあ、今年に関してはですね芽出し越えの方は与えないといったね、まあ、作戦でいこうかなというふうに思います。まあ、芽出し越えはね与えなくても、こちらのハイポネックス微粉をですね週1回与えるので、まあ、肥料の方はね随時与えていくといった感じになるんですけども、まあ、しかしながらね芽出し越え与える方もいると思うので、まあ、そちらの方もですね、まあ、追ってね動画の方を配信したいかなというふうに思います。それではね次の項目も見ていきたいと思います。はい、続きましてね植え替え植え付けについてね見ていきたいと思います。つい最近我が家に届いた品種なんですけども、ローズ中島さんのですねエターナルですね。まあ、香りがね、まあ、強化のブルーといったことで、まあ、岐阜ワールドローズガーデンでですねこちらのエターナル香りね、まあ、嗅いだ時にものすごいねいい香りがしてですね、まあ、ずっと欲しかったのでね、まあ、ついにお迎えしました。もうひらひらのね紫といったことでね素敵なバラですね。でこちらの品種見てもらうとですね、まあ、枝もたくさんあってね非常に
良いナイなんですけども、まあ、このようにですね、目の方もね動いてます、まあ、目がね動いているってことは、この根っこの部分というのもね、もう活動を始めていて、休眠期はね終わってるんですね。この状態でね、植え替えしてしまうと、まあ、やはりね、根っこの方がですね、まあ、切れてしまってね、まあ、バラにですね、少しストレスを与えてしまう可能性もあるので、まあ、我が家の場合ですと、このようにね、まあ、少しでも芽吹いている品種がですね、届いた場合は、植え替えはせずにですね、春の一番花終わった後のタイミングで植え替えの方を行います。現在こちらですね、6号鉢に入ってますけども、まあ、8号鉢ぐらいにね、植え替えの方を行いたいかなというふうに思います。まあ、しかしながらね、春バラはね、自分のね、お好みの鉢で、まあ、咲かせたいといった方もね、いらっしゃると思います。まあ、そういった場合ね、植え替えを行うとは思うんですけども、こういったね、2年生オーナイですね、というのはですね、畑から掘り上げて、まあ、新しい土を入れてですね、まあ、出荷されているので、このポットから抜いた時にですね、土の方がね、ポロポロと落ちてしまうんですね。まあ、その時にですね、せっかく生えたね、根っこの方も、まあ、切れてしまうといったことで、まあ、私的にはね、やはりあまりおすすめはできないんですけども、まあ、どうしてもといった方はですね、まあ、優しく優しく作業の方をね、行っていただけるとよろしいのかなというふうに思います。当然ね、休眠期は終わっているので、根っこをね、崩さずにといったことで、熊手とかでね、根っこの方をガリガリしないようにね、もう優しく優しくといった感じがよろしいかなというふうに思います。それではね、次の項目も見ていきましょう。はい、続きましてね、鉢の置き場について見ていきたいと思います。まあ実はね、この3月、鉢の置き場っていうのがね、非常に大事でして、以前ね、タワバラチャンネルでは爆咲きさせる動画といったことでね、2本配信してますけども、この3月ね、この鉢の置き場もですね、意識してあげるとよりね、花数も増えるかなというふうに思います。太陽の光をですね、まあ、たくさん当てることによって春のね、花数っていうのが増えます。なんでね、まあ、半日しかね、日が当たらないところにね、鉢バラ置いているよりも一日中ね、光が当たる場所にですね、この3月は移動してもらって、で4月になったらですね、元のポジションに戻してあげると。この時期のね、西日っていうのは全然ね、光の方強くないので、西側でもね、問題ないので、まあ、とにかくですね、この3月太陽のね、光をですね、たくさん当ててほしいかなというふうに思います。それではね、次の項目も見ていきましょう。はい、最後にね、なります。虫、病気、薬剤散布ですね。この3月、虫と言いますと、アブラムシですかね。まあ、このようにね、新しく伸びてきた葉っぱにですね、まあ、アブラムシがつくかなというふうに思うので、まあ、薬剤散布でね、対応してほしいかなというふうに思います。病気に関してはですね、うどんこ病ですね。まあ、先ほどもね、肥料方によってうどんこ病がね、発症してしまう可能性もありますよと。あとね、寒暖差が激しいとうどんこ病もね、まあ、出やすくなってしまいます。うどんこ病はね、こういった新しい葉っぱですね、まだまだ出始めの柔らかい葉っぱに白い粉がね、つきます。太陽のね、光を遮って光合成をですね、まあ、抑制してしまう恐ろしい病気なのでね、うどんこ病には、まあ、要注意かなというふうに思います。薬剤散布に関しては、我が家ね、この3月は2回行うね、予定でいます。以前ね、タワバラチャンネルでは薬剤散布のね、まあ、ローテーション散布だったり、まあ、お薬のね、説明といったことで詳しく配信しているので、ね、概要欄の方からご視聴してみてください。3月上旬に、我が家ですとパターン A ですね。パターン A はね、3葉類になります。で、まあ中旬ぐらいですかね、まあ下旬になるかもしれませんけども、パターン B の方をね、散布していきます。殺菌剤はね、オーソサイドですね。で、殺虫剤はマラソン乳剤といったね、感じになります。薬剤散布のね、開始の目安としては、まあ、大体新芽がですね、3センチをね、目安にしていただければよろしいかなというふうに思います。ちなみにですね、4月はね、薬剤散布3回をですね、予定しています。はい、今日はですね、3月のバラ管理といったことでね、項目別に見ていきました。まあいろいろね、作業がある中で、この3月はですね、まあ、やはり水やりが非常に重要かなというふうに思うので、メリハリのあるね、水やりを行っていただいてですね、まあ、夏に強いバラにですね、目指してほしいかなというふうに思います。もうですね、芽吹いてきてね、もうあとはね、春の開花待ちといったことでね、まあ、鍋ちゃんはね、この3月が一番好きなんですけどね。
まあこのようにね、新しい葉っぱもたくさん出てきてね、今までは枝だけだったんですけどね、非常に楽しみですね。まあそれに加えてね、このように株元からね、ベーサルシュートの方も確認できるといったことでね、まあ5月の開花もね、楽しみなんですけども、この3月の芽吹きの時期っていうのはね、本当に鍋ちゃん大好きでね、もう本当枝しかなかったガーデンだったのに、このようにね、葉っぱも出てきて嬉しいなというふうに思います。嬉しいなばっかり言ってないでですね、この3月もバシッとね、管理の方頑張ってください。またね、何かわからないことがあればコメントでね、聞いてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。